エバラソロク、エバラソロク、エバラソロク、天保十三年一月二十九日、八百四十二年三月十日、大正十一年、九百二十二年五月二十日は、旧幕臣、政治家、教育者、キリスト者、旧名はイサブロー、第二本平和協会副会長、会長は、大熊重信。幕府御家人の着手として、武蔵国津のはず、 現、東京都新宿区に生まれる。防洋寺作りを手内職とする貧しい家庭に育ち、真空を舐めながらの生活であったが、剣術、洋楽を学び、公部署の教授法として取り立てられる。蕎麦、伏見の戦いでは、人材不足の幕府側の指揮官として戦ったことが、認められ、江戸城会場後も市川、船橋戦争などで新政府軍と戦も負傷して、旧市に衣装を得ながら、 戦線を離脱する。徳川家の静岡解放後に偽名を名乗り、沼津へ移り住んだ。沼津移住後、旧幕臣の子女への教育のため、沼津兵学校、修正者、現、沼津市立、第一小学校、沼津中学校、現、静岡県立沼津東高等学校と異なる、寸東高等女学校、現、静岡県立沼津西高等学校設立者となり、 静岡市販学校、現、静岡県立静岡高等学校の校長を務めた。東京に、麻布学園を創設し、学校開設から亡くなるまでの間、麻布中学校の校長を務めた。また、旧幕臣の士族受産事業として、生化業、牧畜業、茶の輸出会社の設立などを行った。また、明日香山払い下げ運動に非常に深く関わった。政治家としては、 静岡県会議員、衆議院議員、貴族院直選議員を務めた。所属政党は自由党、引き続いて県政党に参加し、立憲政友会の結成にも尽力した。東京 IMCA の理事長や、日本メソジスト協会日曜学校所外局長を務めるなど、キリスト教徒という一面も持つ。天保13年。 1842年1月29日、江戸の,のはず50人町にて、幕臣、江原言語の長男として誕生した。陽名は伊三郎という。江原家の先祖は、三河国発郡高原村の豪子であったが、一向一気に加担し、徳川家康に背いたとされ礼楽し、黒くわ社として突き従った。ソロクが生まれた当時、黒区社であったため収入は少なく石品であり、 ソロクに加え、ソロクの祖父、父、母、弟二人、妹一人の計七人が、一年を玄米四十票、十四国で暮らすという状態であった。街中で住み込みで暮らす女中は、給金が年三両だったと言われている。このため、父母は、防用樹や爪用樹を作る内職を行っており、ソロクはこれを町の商人に売りに行くなどして、手伝っていた。 家計が厳しいことに加え、父、言語の学問は侍にとって文夫相応という考えにより寺子屋にも通っていなかったが、おじの学費援助で通えるようになった。嘉永五年、1852年10歳を迎えた頃、エバラが四谷愛住町へ転居した後、池谷福太郎が主催する寺子屋へ、修辞家として移った。ここで、隣席の少年が、 官璧の素読をしているのを聞き、大学と論語を暗唱してしまったというエピソードがある。安政三年、1856年、昌平校を受験し、お塚に休大した。昌平校時代には、浅野重兵、守るや、不活節神に援助された。浅野重兵守るに紹介された、斉藤役郎の連兵官で堅実の稽古をつけ、また、同じく紹介を受けた。 不活説つもりの指定に素読を教え報酬を得た。直参旗本である、不活説つもりの武家屋敷で働き、従者代わりに随行することで、行儀作法や旗本の生態を理解した。ソロクは、小平校に通いながら、小野久や関根良介、高島三十郎、星野角二郎、松平金二郎に洋楽を学び、特に洋式平日に関心を持った。 不活説積もりの勧めで、安政六年、1859年に、公部署に入り、幕臣となると頭角を表し、文久元年、1861年に、法術世話心へ、文久二年、1862年に、法術教授方となった。公部署で学ぶ一方で、本格的に洋楽を学ぶため、松代藩士、有川健之助の塾に寄宿した。この時期、 特別警護隊として、ハリスの警護や、横浜警備隊として吉田橋の警護に就いた。慶応元年、1865年5月、徳川家持を総対象とした長州制抜の際、ソロクは、鉄平中隊長として、江戸を立った。京都では、桑名藩判定の警備に就いていたが、旗本や家臣、諸藩の兵に、様式連兵を教えるため、京都と大阪の間を往来し、 七月には、広島、ビンゴ三次を通り、島根、岩見銀山の農民に、不評総連、役人に、砲兵の技術を教えた。慶応二年、1882年七月、第十四代将軍、徳川家持が、大阪で亡くなり、長州政罰が中止になると、そろくも十一月に、江戸に戻った。江戸に戻る道中で、読書をしなかった日はなかった。翌月月には、 第十五代将軍、徳川義信警護の職務のため不評差しず役並となり、京都へ向かった。京都滞在中に、方兵差しず役、頭取並に昇進した。慶応三年、1867年10月14日、徳川義信が大政奉還を宣言すると、京都、大阪の幕臣は大きく動揺する。そろくも、その騒動の中で指揮に当たっていたが、 江戸に戻るよう命令が下った。平乱を防ぐため京都残留を願い出て、タイを離れたソロクは、単身伏見を回って、大阪に向かった。大阪に向かう途中、道端の林の中に、ナポレオン三世から幕府へ送られた、大二門が置き去りになっていた。捨て置けば、幕府の不名誉となると考えたソロクは、江戸っ子の妊婦たちに、夜戸まで引くことを依頼して、大砲を大阪まで運ばせたという。 慶応四年、1858年1月3日の戸場、伏見の戦いは、薩摩川の天皇から預かった、近畿が効果を発揮し、徳川側は、手出しできず総退却し、大阪を引き上げた。この戦いの中、ソロクは、敵からの防衛のため、若手の兵を借りることを、記号守るに申し出て、法兵一大隊と、不評一中隊を与えられた。ソロクは、 大阪市街を戦場にせず、幕府の兵が無事に江戸へ退き、徳川義信が安全に大阪を立ち去れるよう兵を率いて、淀川に沿った森口で陣を構えた。しかし、徳川義信は脱出ルートとして、回路を使い、和歌山に抜けたため、ソロクは部下の不満をなだめながら、大阪へと向かったが、大阪城内は、撤収騒ぎで混乱しており、さらに、堺方面に逃れた。 その境でも街中で発砲を受けながら、ソロクは部下に動揺も与えず、奇襲へと逃れた。奇襲では、空腹のため民家に食料を分けてもらい、まずは兵士に食を与え、最後に自分の分の食料を買いに行かせた。米を炊いている最中、ソロクは疲れから熟睡してしまい、旅費として支給されていた200両を盗まれてしまったが、当枠の素振りを見せないよう、 法軍の指揮者として知恵を働かせ、兵を乗せるため、戦国船一隻を借り受け、和歌山沖より江戸に向かって出版した。江戸へ向かう途中、幕府の軍艦、順道丸に出会い、これに乗り換えて、品川へ着いた。慶応4年、1868年ソロ十7歳の時、3月に、鉄兵頭並み、4月に昇進し、鉄兵頭に命じられた。 すでに官軍との戦いを選ぶことは、時期を失ったと思っていたソロクが、戦うべしと息巻いている部下の前で官軍に従うといえば、不中不義とののしられ、殺される恐れがあった。そのため、不本意ながら、千の字を対処して、席を立った。ソロクは、どちらの決定になったとしても、死を覚悟し、菩大寺へ参り切腹するつもりであった。切腹前にと数学の死である。 近藤誠を訪ねたが不在だったため、郊外市に着くは安く、商用道に従うは、ガタしと書きし母大し寺へと向かった。ソロクの置き手紙を見た近藤が駆けつけて悟したため、切腹を思いとどまる。ソロクは、江戸から脱走した、鉄兵隊の部下を沈めるため、木更津へと向かった。木更津では、すでに幾左官の兵士たちが、徳川義軍府を建てていたが、作戦、 防戦計画は何一つなかったため、ソロクは黙って見過ごすことができず、陣地の構築や作戦行動の指揮を取ることになった。官軍側参謀長がソロクに降伏を進めてきた際は部下たちの気持ちを考慮して、降伏の申し出を団長の思い出ったとされている。市川船橋戦争では、八万の戦いから渡積みの戦闘の中でソロクも弾丸で撃たれ、 高原体は壊滅した。戦いの後、従者二人と船橋の山の村に残り、鶴岡家門にかくまわれながら一ヶ月ほど、山の村を転々とした。一ヶ月間に何とか歩けるようになり、江戸に連絡し、船橋から漁船を使い、江戸に向かった。江戸では、藤沢島守より、将棋隊の壊滅で、江戸が新政府軍の制圧下であることが聞かされ、そろくも、 残党狩りの対象となっていることを聞かされた。四谷安住長の実家に戻ったソロクは、親への追及を恐れた父言語より拝着とされ、家督は弟義継へと引き継がれ、ソロクは実家から江戸の中を転々と潜伏し続けた。この間、安倍国之助の仲介で、江本武明と会い、江本艦隊の脱走に加わるように要請されたが、 ソロクはもはや大勢は決まり、戦闘をするときではないと応じなかった。8月に徳川家が、駿河府中医法となり、徳川の家督を徳川吉信から引き継いだ、徳川家里が静岡に移ると、ソロクは静岡に移るため、小野三助と名を変え、8月19日無六移住組に紛れ、徳川家へ帰参するため、アメリカ戦の第一ニューヨーク号に乗り込んだが、天候が悪く、 外洋に出たとこで風浪のため下田に避難することとなった。ソロクの乗っていた第一ニューヨーク号の無縁移住組は、駿河府中班長の指示で、沼津、田中、藤枝市、横須賀、大須賀町の3グループに分けられ、ソロクは田中に向かったが、静岡にソロクが潜伏していることを察知した政府は、拘束、引き渡しを班長に要求したため、班長に迷惑をかけないため、 ソロクは、小野三助を、行方不明という形に清水のあわる大人を変え、中泉村、竹原、長泉町の土地の豪農大沼、長倉の漁師にかくまわれた。10月には、指名手配が解かれたこと班長からの連絡で知り、陸軍御用をも立ち取り扱いに任じられた。明治元年、1868年12月目を言い、サブローから、ソロクへと改めた。 慶応四年、明治元年徳川家の新しい領土が、駿河の地に決まると、旧幕臣の受賛と西洋文化活用のため、安倍国之助と江原祖六は徳川家の新領地内に、兵学校の創設を働きかけた。明治二年、1869年に江原祖六は、静岡藩小三次となり、静岡藩の軍事係と沼津兵学校係を命ぜられた。 沼津平学校の頭取にはオランダに留学経験のある青春がつき、技術的学科だけでなく、基礎的な西洋の学問として、英語、仏語、数学の微分、積分までが取り入れられた。また、沼津平学校には、付属小学校が設けられ、一貫教育を目指した。沼津平学校は、当初徳川家平学校と称したが、明治2年、 1869年7月の反赤奉還の後、沼津兵学校と解消された。明治3年、1870年、主要な教授陣が沼津兵学校から政府へ出資する中、大乗官は海外視察のため、視察団員を13の大半に2名ずつ選出させた際、そろくも静岡藩より選出された。視察団は明治4年、 1871年4月にサンフランシスコ上陸後半年アメリカに滞在し大部分のものがヨーロッパ視察に行く中、ソロクは日本へと帰国した。帰国の際には余った旅費で書籍、機械、商品見本を購入し持ち帰った。書籍は沼津兵学校の生徒たちに与えた。明治4年1871年7月の廃藩置県に伴い、 平学校は政府に兼納された。沼津平学校付属小学校は、廃藩地県により、明治4年1871年11月に沼津小学校と解消されたが、これまで同里徳川家によって経営された。明治5年1872年8月に学生が反復され、これまでの小学校は廃止されることになり、沼津小学校は、 徳川家に代わり江原ロク等により管理された。学生反復により、全国に学生が定めらたが、江原ロクの圧戦により、他地域に先んじて、明治6年、1873年1月に、沼津小学校は、公立小学校修正者として引き継がれた。沼津平学校が東京に移設され空白となった。 沼津地方の教育の対策として、江原ソロクは修正者に生息化、小学校と変則化、中学校を設立した。英語や数学が重視され、教科書を編纂し使用した。外国から教師として、グッドマン、キーリングを招き教育に当たらせた。明治8年、1875年11月、修正者の管理者であった江原ソロクは、寸当、 不良軍の政府区長を招集し、中学校設立を協議し、翌明治9年、1876年8月に変則化を修正者から分離を決定。第二大学区第十四番中学校として独立させ、静岡県最初の中学校となった。開校から明治15年、1882年4月に、辞任するまで校長は、江原ソ六であったが、途中明治14年。 1881年4月、学校寄宿舎の炊事場から出火し、校舎を全焼してしまい、書籍や木狂いを消失した。なお、明治18年、1885年に、文部省方針として、全国の県立中学校は一県一校制を取ることとなり、翌明治19年、1886年に、静岡に中学校を統合し、沼津中学校は廃止された。 明治5年1872年8月の学生半布に伴い全国各地に小学校が開校されると同時に教員の要請も必要となり市範学校が設けられ静岡県では明治8年1875年に静岡市範学校が作られたそしてその初代校長として江原祖六が就任した江原祖六は 静岡市藩学校の開校式式時の中で、天下の自兵は一大全校のしこり、全国の独立は一人独立の席にしてそのよく、独立する、ゆえんのものは何ぞ、学を務め芸に遊びもて知識を鮮明にするによらざる、なしと述べている。明治三十二年、千八百八十九年の高等女学校令交付以降、寸等軍において女学校の設立を目指す機運が高まり、 明治33年1890年3月26日、沼津高等小学校第一回卒業式において、当時の寸藤軍長、河野槍二郎が、高等女学校経営の意思があることを表明する。明治34年1891年1月9日、河野寸藤軍長が、町村長会を招集し、高等女学校を軍内に設置することを決定。 推進役として、調査員を選出した。調査員は、寸藤軍長、松崎軍長、沼津町長、柳原村長、金岡村長の5名である。調査員は、静岡県会、軍会議員などに寄付募集への協力を求めたり、江原揃くほか大義士に創立発起人となる、用依頼状を送った。同年2月25日、高等女学校設立の発起人として、 有志者の会合が開かれ、江原祖力はこれに出席している。明治三十四年、1 9百1年4月に、寸東軍長、河野槍次郎を設立者として、私立寸東高等女学校が創立されてからは、顧問を引き受け、学校運営にも参加した。明治三十七年、1 9百4年に、設立者、 河野槍二郎が辞任すると、江原ソロックが設立者となった。その後、私立寸東高等女学校は、大正8年、1919年5月に、寸東軍立寸東高等女学校と改称され、その後、大正11年、1922年には、静岡県立沼津高等女学校と改称された。東洋英和学校は、カナダメソジスト教会宣教師、 ジョージ・コクラン博士により、明治10年、1877年に創立された。明治17年、1884年に、高等尋常の家庭を有する普通学校を設立し、明治19年、1885年に、進学部が設けられた。当時は英語に対する要望が多く、各界の有力者たちの中で子供を入学させようとした時期だったが、明治20年、 1886年に外人教師による生徒への傷事件や外人教師と日本人教師との間にトラブルが発生し退学する生徒が増加した。このような学校の騒動を解決するため沼津の修正者で教師をしていたミーチャム等はエバラソロクをカナダミッションに推薦。それに応じたエバラソロクは明治22年1889年6月に上京し、 東洋英和学校の幹事として学校運営に参加した。しかし、翌明治23年1890年7月の第一回衆議院議員総選挙に寸東文化で推薦され立候補のため幹事を辞職した。明治26年1893年に再び東洋英和学校で校内騒動が起こり、江原ソロクは壊れて校長となり、 再び学校運営に携わることになった。その後明治28年1895年7月に東洋英和学校は江原ソロにより二つに分割され、新学生と新学候補生のみで英和学校を組織し、普通科生の大部分を持って麻布神城中学校を設けた。明治28年1895年10月2代、 一高等学校に特別試験入学の特権不要、出願、翌明治29年、1896年10月に公認された結果、明治31年、1898年には、第一高等学校5名、第二高等学校4名、第三高等学校2名と全国の中学校の中でも上級学校進学に優秀な成績を示すように言った。 明治32年1899年8月に文部省から訓令が出され、中学校における宗教教育や宗教的儀式を禁ずるという趣旨だったため、表面上は独立していたが、財政的に東洋英和学校の付属学校だった麻布学校には、カナダミッションから翌明治33年1900年3月の廃校が伝えられた。これを契機に、 エバラソロクは、麻布中学校を東洋英和学校から独立し、経営することを決意し、高地の購入のために、多額の借金を背負うこととなった。また、校舎建築には寄付金によりまかない、明治33年、1900年9月13日新校舎が落成し、授業が開始された。しかしながら、校舎新築の負債は返済しきれず、麻布中学校を財団法人として、 再建を発行することに決め、明治三十六年、1903年に財団法人として、麻布中学校が発足。江原祖六は、千無理事件校長に就任した。江原祖六は、麻布中学校長として、毎日学校に出て、各級の就寝講話を行い、校内での祝賀会や、送別会などがあると、たとえ失踪ではあっても、江原祖六は、喜んで参加した。 また、1877年、明治10年1月15日にカナダメソジスト、教会宣教師、ジョージ・ミーチャムから洗礼を受けて、キリスト教信者になった。1881年、明治14年、ソロクは、沼津教会の初代牧師より二度目の洗礼を受けた。通常キリスト教では一度洗礼を受ければ二度目を、受けることは異例だが、この年、大病を患い復帰した。 ソロク自身のうちで何かが死に蘇ったと考えることができる。それからは日本キリスト教団沼津教会を設立したり、東京 YMCA、東京キリスト教青年会大五代理事長などもめた。あ、族受散に兼ねてから関心のあったエバラは改装業や聖火業などを始めるも重ねて失敗していた。例えば聖火業は癒しい仕事であるとして不兄が、 国風に合わないとして政府がそれぞれ反対したため頓挫した。しかし、陸軍で成果事業を行うようになると、この時高原の下で後院であった者が軍へ多く招かれている。江原の事業は数多く失敗したものの、本人が私服を肥やさず、製品を貫いたため、恨みを受けることはなかったという。明治5年、1872年、元長久保、北。 小林、東沢殿、万野原の土着氏族や、古町副古町の主相者として、江原は、県から一万四千円を借りる。同年十一月には、牧牛舎を結社し、元長久保、東沢殿、万野原にて、牧用、牧畜を開し、牛乳や乳製品も販売し始めた。しかしその後、治料の供給方法に行き詰まり、さらにそこへ、薬病、暴風雨、 失火が度重なり経営は悪化していった。エバラが保証人となって県から再び金を借りるも、やがて牧畜は外エビスの肉食を拒水す,する。国の対面を汚す。公職についている立場上、この事業から手を引くべし、という政治的圧力ががかかり、エバラは牧牛舎へ助力できなくなっていく。最終的に、明治十八年、1885年春、 牧牛舎は解散した。明治10年、1877年3月、不安定であった、牧畜業を支えるために、エバラは、茶の輸出業者である、赤信社を、与田自作、坂三郎と共に設立、同年4月に開業した。それまで、茶の輸出は、横浜のトン屋業者が、アメリカ合衆国の貿易商社へ卸していた。これを自家輸出すれば、 中間搾取がなくなり、価格が安定するであろう、という狙いがあったのである。明治政府も、不平等条約の下で外省の支配を逃れることを期待し、横浜商金銀行や内務省、県庁を通じて支援している。しかし、資金調達に手間取ってしまい、良質な茶を手に入れられず、低価で販売せざるを得なくなってしまった。三井物産や横浜商金銀行から借り入れて、 事業継続を図り、また、紅茶の製造など、事業拡大、さらにはロシアへの輸出を格索したり、アメリカが衆国大統領のユリシーズグラントを視察に招くなどした。一度は黒字になったものの、アメリカがあの思考をつかみ損ねて、再び赤字に転落した。しかし、黒字から赤字になったことが日本に伝わるのはさらにその、翌年のことであり、その時にはすでに前出の銀行から、 多額の借金を重ねてしまっていた。最終的に、明治16年、1883年に、赤信者は廃社した。その際に、借金の分配をめぐって、裁判となり、これによって、赤信者の資料が数多く残されることとなる。1882年、明治15年窒素改正により、足高山が国有地化された。江戸時代から、 入会地として、江頭広志蔵ら、地元、金岡村の有力者は、地元農民の生活を支えてきた、明日火山を無償で貸してもらうよう、ソロ区に交渉を依頼した。一度は1八8三年、明治十六年に、管理拝借願いが通り、無料貸し渡しの許可を得たが、1八8九年、明治二十二年に、御用林に編入されてしまい、翌年1890年、 明治23年に、ソロクに第一回衆議院議員選挙に立候補してもらうべく、江頭広志蔵らは土地を提供し、非選挙権を得られるよう苦面した。ソロクは、農民ともども東京まで出向き、ついに1899年、明治32年に払い下げに成功した。明日さんの払い下げは、旧氏族に恩恵を与えただけではなく、地域住民広くに及び、 沼津の功労者として、ソロクの名は今日に残っている。1876年、明治9年、ソロクは静岡県会議員として公選された。1882年、明治15年3月には、前年10月に自由党を結成した板垣大輔が、東海道遊説に出かけ、同年3月15日に沼津の常雲寺にて、演説会が催されているが、この時、 ソロクも演説会に出席し、板垣らと共に政治演説を試みた。1890年、明治23年7月、第1回衆議院議員選挙において、静岡県第7区、寸東軍と伊豆四軍から立候補し、初当選した。同年9月に結成された自由党、結成当初の名称は立憲自由党であったが、翌年解明に参加し、 同党の院内会派である弥生クラブに席を置いた。1898年、明治31年5月14日から開かれた第12回議会では、ソロクは予算委員長となり、政府の増税策を否決したことから、政府は議会を解散した。解散に先立って開かれた自由党の臨時大会では、ソロクは大会議長となり、大会の進行を担当した。この大会では、 自由党については、回答し、同一目的を持つ党派を合体した一大政党を組織すること決議された。その結果、自由党は、進歩党と合同して、県政党が組織されることになった。この際、ソロクは、県政党の総務委員の一人となっている。ソロクの政治家としての活動は、女子教育や女性解放運動と関わりを持っていた。その一つとして、 1901年、明治34年4月には、私立寸島高等女学校、現、静岡県立沼津西高等学校の、発起人となっている。後年には、立憲声優会の結成に尽力した。1912年、明治45年4月2日に、貴族院直選議員となり、没年まで政治家として活躍した。ソロクの日である5月19日に、 沼津市明治資料館で開催される記念祭で2007年平成19年から開催されている。絵原学習として市内の小学生がソロクの功績を調べた成果を発表したり、楽器演奏や映画上映、餅つきなども行われている。ソロクが創立した麻布中学校、高等学校の生徒が沼津市西熊堂にあるソロクの墓を訪ね、 喧嘩等を行って忍ぶ記念式典。ソロクの亡くなった1922年、大正11年から第二次世界大戦中を除いて実施。1976年、昭和51年からは毎年開催されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。